ルパン三世王妃の首飾りを終え、マイナスは宝塚歌劇団のミュージカル作品。脚本、演出を担当するのは小柳直子。2015年1月1日から2月2日まで宝塚大劇場、同年2月20日から3月22日に東京宝塚劇場にて上演された。雪組トップコンビ早桐聖奈、佐きひ美優は、 本作がお披露目公演となった。閉演はファンタスティックショー、ファンシー街、モンキーパンチ原作の漫画、ルパン三世を題材としたオリジナル作品である。ルパン三世がミュージカル化されるのは1998年のルパン三世アイアいムルパン以来17年ぶりであり、宝塚歌劇では初となる。カリオストロ伯爵の登場、裏切りは、 女のアクセサリーというセリフが登場するなど、全体的にアニメシリーズを意識した演出が行われており、衣装デザインは TB 第2シリーズ及び TB スペシャルシリーズに準じたものとなっている。また、大野有二による TB 第2シリーズの BGM も劇中内で多数使われており、主題歌であるルパン三世のテーマや南春夫が歌う銭形警部のテーマ曲、 ゼニガタマーチを歌うシーンもある。現代のフランス、ベルサイユ宮殿では長らく行方不明であった、マリー・アントワネットの首飾りの展覧会が行われている。フランス市に残る詐欺事件に使われた首飾りが200年の時を超えて民家の納屋から発見されたのだった。時価30億円に上る首飾りを手に入れようと、宮殿を訪れた、ルパン、ゴエモン、次元と 同じく宮殿に忍び込んでいた藤子は鉢合わせした。銭形をいつもの,のように出し抜くも首飾りが保管されている部屋に到着する。ところが、ルパンがいたずら心で呪文を唱えていると銭形に追いつかれ、些細な事故で、ルパンが首飾りに手を触れた瞬間、5人は不思議な光に包まれた。気がつけば一同は、ルイ十六世、マリー・アントワネットのいる、 革命前夜の1785年にタイムスリップしてしまったのだ。そこでルパンは、神出鬼没のカリオストロ伯爵という錬金術師がいることを知り、現代へ戻るための手がかりを得るために近づく。やがてルパンは、王妃が持っているハプスブルクの秘宝、マリアの涙が現代へ戻る鍵となることを知る。一方、ゼニガタも王妃の護衛するアンリとジョルジュから、 ルパン一味が現れたことを知り、ルパン逮捕のため、二人と行動を共にする。ルパンは、カリオストロ伯爵とマリーに恨みを抱くジャンヌとその、愛人、レトウに、王妃の首飾りを手に入れる代わりに自分に、協力するように焚き付け、自分は、マリアの涙を手に入れるために、マリーに近づくがルパンは自分に正直に生きるマリーに、心奪われていき、マリーは、 次第にルパンの奔放さに惹かれてゆく。後に殺される彼女の未来を知るルパンはなんと歴史を変えずにマリーを救うというとんでもない計画を思いつく。公演及び稽古風景の特典映像を収録した DVD が2015年4月28日に発売された。なお、公演の収録日は同年1月16日。ありがとうございます。